ンゼルのいる星、あなたの一番大切なもの。おいしく楽しく健やかに、森永がお送りします。ナポリはイタリア人の心の歌、カンツォーネの本場です。この街に住むアントニオはその歌い手を目指しています。叔父であるカルミネさんは地元では名の知れた歌手。フニコニフニコラフニコニフニコラ。アントニオは声変わりを待っておじさんのもとで稽古を始めました。声量を必要とするカンツォーネは体ができてから始めるべきというのがおじさんのモットー。ようやく許しを得たアントニオは嬉しくて仕方がありません。この日結婚パーティーに呼ばれたおじさんはアントニオを会場に連れて行きました。おじさんの歌声に促されてアントニオも、おじさんは言います。心を込めて歌えばみんな耳を傾けてくれるはずだよと。この日アントニオはまた夢に一歩近づきました。おいしく楽しく健やかに、森永がお送りしました。